どうもかげやんです。今日はですね、三、えー、年やろうと思うことを見つけようということについてお話ししたいと思います。こう何かをね、な取り組んだりとか何か方向、えー、やりたいなと思ったりとか、なん何らかしらの結果を出したいと思うときにこう行動を起こすと思うんですけども、それをね、えー、短期的な、えー その行動でね結果を求めるんではなくてですねこれはちょっと3年ぐらいちょっとじっくりこう取り組んでみようかなと思うようなことを見つけてですねそれに取り組んでみる行動してみるっていうものを見つけるっていうのが えー、大切なんでこんな話をするかというとね、えー、昔の僕に対して言いたいんですよねあのー、もっとね、えー、短期的な結果を求めて行動してたことが結構あったんでねもっとこうじっくりとね腰を据えて。 それに向き合ってですね、えー、取り組むっていうことを、えー、すればよかったんじゃないかなというふうに思うんですね。そうすることによってですね気持ちも焦らないですししっかりとこう深くね、えー、そのことに対して、えー、取り組むことができると思うんでねあのー、ぜひそういうものをね、えー、見つけて本当にそれに取り組んでほしいなというふうに思います。だからその焦ったりとかね、えー、自分にはそういうものがない いいうこともももあるかもしれないんですけどもやっぱりその今までね自分がこう好きでやってきたこととか面白いと思うことをねちょっと思い出すとかねちょっとほんで興味あったことをやってみるとかしてですねそこに面白さとかね楽しさとかねちょっとこう成し遂げたいとかねそういう気持ちがこう出てきたらですねそれに対してですね あのー、ちょっと取り組んでいこうとでその取り組む時にちょっと3年ぐらいやってみようという気持ちでこう取り組むということですねそうすることによってですねあのー、結果がこう結果という結果も出てきますしその面白さがありますよねそのそれを取り組むことによってのそのいつも日常に対しての面白さみたいなものがこう 出てくると思うんですよねで僕で言うとですね今はちょっと体の使い方というかその古武術の体の使い方とかまあ他の体の使い方とかね、えー、そういうことをちょっと学んだり自分でこう体の訓練をしてるんですけどもこれはなかなか全然今はほとんどできてない状態なんですね。 ですけどもその勉強してるとねその画像とか画像じゃないあの動画とかではその先生はしっかりとその,、えー、その動きをマッサージして僕らに、えー、見せて見せてはるんですよね。でそういうことができないわけじゃないんですよね。訓練するとできるようになるということなんですよ。ただねあのそれをねすぐに結果を求めてやったらあのすぐ挫折する形になると思うんですけどもあこれはちょっと何年も何年も続けて訓練することによって 自分が習得できるもんやなと思ったんであのちょっとそういうふうに取り組んでみようというふうに思っております。であのなんて言うんですかねその えー、そのな面白さもね感じてるんでそれに対してこう積極的に取り組むという形ですねそういう風に、えー、自分の中になっています。で自分の昔やとちょっと、えー、短期的な結果を求める行動ばっかりしてたんで長続きしなかったんでね是非それを。 もっと見つけてねやっていけばよかったんじゃないかなと今となって思うんですよね。で今が一番若い日なんでねあのー、僕は今からでもあのー、興味持ったこと面白いことに対しては取り組んでいきますけどもそれに対してはその長期的な目線でね、えー、取り組むような形をとっています。そうすることによって、えー、結果をね、えー、焦らずにね、えー、じっくりと その取り組んでえ結果を求めるというまあ結果を求めるんですけどもその結果っていうのはその遠いところにあるというかえもっとそ,のあのそれに対してねそのやってることに対してもっともっと深めていくというかえーもっとそのどういうんですかね そのの指導者の方向へ持っていいくという形ですよねそういう方へこう近づけていきたいなというふうにいう感じでこう取り組んでるんですね。でそうすることによって、えー、だんだんとその自分の目標には近づけていけると思うんでね、えー、そういうふうに、えー、取り組んでい,いこうと今ちょっといろいろやってます。だかから、えー、なんか、ね、こうやりたいと 思ったりとか何かを成し遂げたいと思った方はですね短期的にできると思うんではなくてですね 長期的な目線でで取り組んでみてくださいそうすることによって、えー、色のことがこう見えてくるし何か引き寄せるもんがあってそこでのこう出会いであったり出来事っていうのがまた出てくると思うんでそれを大切にしてね、あのー、やっていただきたい行動していただきたいなというふうに思います。ということで今日はですね「えー、3年やりたいと思うことを見つけてみよう」ということについてお話しさせていただきました。ということで今日も。 よっしゃ、でいきましょう。どうも、ありがとうございます。